シルクファミリーの桐生でーこんにす。ちこんにちは。は。今日あったかいよね。今半日、袖で平気だもうもちんょうどね。いいぐらいです、この半袖で。そう。暑い。で、今年もまたはい、はい。作ることになりました。去年も一瞬で売り切れてたので、心入れ替えてたくさん頑張って作る。ちょっと早めに、今年は。去年は、多分ね、暑くなってしまったあ、そっか。から始めてしまって、ねえ、忙しかったよね。そう。風まとうくつろぎウェアのトップスとボトムスとワンピになりワンピースまです。す。今、りえちゃんが撮影で、ね、撮って出くまれてす。て、すごいいいよね。めっちゃいいです。これの良さってやっぱここですよね。ニットをこことかね、ここに使ってるのね。ここしかできないんですよ、こういうことって。シルク100の糸で、シルク100でこの辺全部作ってんだもんね。わざわざ編み上げてミシンでくっつけるんですか、これ。すごミいシンよね、でこつのけて技ま術って。すごい綺麗にくっついてるの、これ。あのね、うここがち、すごくいいのよね。この幅も、幅も自由で、うちは編めるから、あ、そう。ちょうこどのいい。形で作るの？じゃなくて、長いあ、のこうで、いう感じで作って、作って、ここで輪にあ、輪にして、閉じて、すごい、くるっとつけすます。ごいね。だからめっちゃ素敵な感めじちゃよくちゃ気ね。持ちいいです。気持ちいいもんね。絹ついて100に置いはて。こことか柔らかいとこ全部絹100で、生地自体は縦糸がシルクコットン、シルク30、コットン70ね。横糸だ。で、縦糸がコットン100。トータルでコットン90とシルク10になるんだけど、すごい。確かに歩くといいです。コットンも細い番手の、そう。シルクと合わせられる細い番手なので、結構大人っぽいんですよそう、ね。すそうでごす。く柔可ら愛かくくて、て、めっちゃ軽いよね。歩くと後ろをひら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 ってなって、すっごい可愛い。風が入ってくる感じで、ほわっとしやっまぱす。風まとうって名あ、ま前さよにかっですたね。な。本当 にま風さにまです。とう名前がぴったり。ピッときてつけました。パンツもね、ぷかっとした形ね、このパンツ見るとで、ね、すごい大きいと思うんだけど、履いたら可愛いからそうね。ですね。私も履けるし、あと履きます。立ちますすか？ごい。あ、立そって。うです。ちょうど ちょっこれと、ワンピースとワズンボンなピ、んですけど、ワンピとズボンね。もうほわっと。ふわーっと、ちょっともうちょっと上げて大丈夫？大丈夫ですよ。上げたらダメ？あ、かほわんいい、まかにわいい、後かろわのいい。ほわっていう感かじわいい、で。かわいい。すごく今風だね。今風。そう、ワンピースにもちょうど、そう、このちょびっワンとピがいいに。よそう、ね。このセットが好きです。いい感じ。お値段は当然ね、生地も上がってるし、ちょっと上がったん上がでってすよるんです。ね。上げていただいてはいたんですけど、昨年と同じ価格で販売したいなと思いまして、ありがとういえいえ。トップスが4580円で、ボトムが4380円で、ワンピがちょっと高くなるんですが、生地が高いのでね、これはそう。6880円で、本年も昨年と同じ価格で販売させていただきます。いいよね。寒い間から作り始作りめ始めたたの？えらい。なくなってから作ってたらね、去年みたいにそうなんで出す。すなりなくなる、出すなり。そうなんです。皆さんにね、ゆったりご購入いただけたらいいですね。本当に履いてみてほしい。ウエストも本当にゆったりと、ゴムを、細いゴムを2本入れて、いいゴム入れてるから全くね。締め付けないんですよ。もうふわっとなんかお腹に。私でも入るんだもんね、これ。本当すごい、すごい。でもお腹で、にそれ肩でとかね、つくんですけど全然つかあんないたでつくす。の？私あんつくなんですよ。細いのに。むくみがすごい日いがあっやいやいて、や、日によって。日によってすごいんです。敏感ですそもんうなね。んです。そうなんだよね。いや、いい感じ、すごく。私も欲しい。ぜひ来てみてほしいです。また、今2色ですが、人気になると、増やしたいけど、どうなるか分かんないけどね。この人気の色2色でとりあえず始めさせていただいています。またどうぞよろしくお願い。いつからだっけ、販売が。今週あ、えってことは、29日、じゃあ明明日、日、あ、明日から販売できるの？はい、
明日から販売です。多いのか早い、はい、いつもですけど、はいはい、じゃあ明日から2時からね、はい、ご購入いただけますので、はい、まあまだね肌寒いからねどうかわかんないけど、うん、夜はね、でも、うん、昼間ね、ほんまにこれ1枚で部屋でおったらちょうどいいと思いますちょうどいい感じです。いいですね、はい、私今日はねあれだよね、ヘンプ 100% ストールをちょっとちょうどいい、ちょうどいいな、うんうん、ゆうちゃん寄ってきてくれています。じゃあまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼いたします。